中野駅前盆踊り大会2024巻ユータ平野紫神宮寺ユータのファン必見感動の提灯設営と点灯シーンを公開ナンバーアンダーライン愛のボンベース振り付け公開老若男女が楽しむ盆踊りの魅力をお届け提灯設営が終わり無事に点灯しました中野駅前の盆踊り大会のメイン広場にナンバーアンダーライン愛の名前が刻まれた提灯がともっています この風景は、ガンユータ、平野翔、神宮寺ユータのファンにとっては感動的な瞬間です。昨年もこの大会に参加して非常に楽しんだので、今年も多くの人々が楽しむことを期待しています。特にナンバーアンダーライン愛のボンベースでオリジナルの盆踊り振り付けを考案し、皆さんで練習している動画が公開されており、当日は老若男女が一緒に盆踊りを楽しむ姿が目に浮かびます。 近所に住む人たちも興味を持って訪れることでしょう。提灯設営の様子を見せてくれてありがとう、という感謝の声があふれています。今年の中野の街の皆様だけでなく、さまざまなアーティストのファンからの推し提灯のご協賛が多数寄せられました。中目黒などで話題になっていた推し提灯がついに中盆にも登場し、その設置にはスタッフが朝から晩まで手作業で頑張りました。 昼と夜で異なる表情を見せるちょうちんタワーは必見です。多くの人々が、の美しい光景を楽しみにしています。このイベントに参加する皆さんからのコメントも多く寄せられており、設営お疲れ様でした。明日楽しみにしていますといった励ましの言葉が飛び交っています。また、ナンバーアンダーライン愛のちょうちんがい,っぱい飾られ、その隣にはボンジョビの名前が刻まれたちょうちんもあり、 見事な光景が広が広っていますファンにとっては特別な瞬間であり、提灯に書かれた名前や歌詞を見ることで一層の喜びを感じています。今年の盆踊り大会は、苦に盛り上がりを見せることでしょう。ナンバーアンダーライン愛の盆も盆踊りつながりで参加できることを喜び、遠方からも応援の声が届いています。設営に携わった人々の努力と熱意が感じられ、盆踊りのあるコミュニティーの温かさが伝わってきます。 推し・提灯の眺めもまた一強であり、この大会が無事に楽しく開催されることを願っています。そして、このようなイベントが持つ意味を考えると、それはただの楽しみだけではなく、コミュニティの絆を深める大切な機会でもあります。参加者一人一人がこの場で新たな出会いを経験し、共有する時間を楽しむことで、地域社会が一層強固なものとなります。盆踊り大会のような伝統的なイベントは、 その地域の文化や歴史を次世代に伝える重要な役割を果たしており、その意味で今年の中盆2024は特に意義深いものと言えるでしょう。提灯の光が街を照らし、人々の心を温かくする。これこそが中盆の持つ力であり、参加者全員がこの特別な瞬間を楽しみ、一体感を感じることでしょう。提灯に込められた思いとともに、この夏の思い出がまた一つ増えることを期待しています。 中野の街は、提灯の光によってまるで幻想的な世界に変わります。参加者たちが和装に身を包み、伝統的な音楽とともに踊る姿は、まるでタイムスリップしたかのような感覚を与えます。提灯に描かれた名前やメッセージは、それぞれの思いが込められており、一つ一つが特別な存在です。ナンバーアンダーライン愛の提灯を目にしたファンたちは、彼らの存在を身近に感じ、 提灯の設営に携わったスタッフたちの努力と熱意が、この美しい光景を生み出しました。提灯タワーは昼と夜で異なる魅力を放ちます。昼間の明るい時間帯には、カラフルな提灯が青空に映えて鮮やかに見えますが、夜になると提灯の柔らかな光が街を優しく照らし、幻想的な雰囲気を醸し出します。夜の提灯タワーは特に見物で、 多くの観光客がカメラを手にその光景を収めようとしています。夜空に浮かぶ提灯の光は、まるで星空のように美しく輝き、人々の心に深い印象を残します。この盆踊り大会は、地域の人々が一堂に会し、共に楽しむことができる貴重な機会です。参加者たちはお互いに声をかけ合い、笑顔を交わし、踊りの輪に加わります。老若男女問わず、 みんなが一体となって踊る姿は、見る者の,の心を温かくし、絆を深める瞬間を作り出します。伝統的な盆踊りのリズムに合わせて、みんなが一つの輪となって踊る光景は、日本の夏祭りならではの風物詩です。盆踊りの振り付けも独特で、シンプルながらも奥深い動きが特徴です。ナンバーアンダーライン愛の盆ベースで考案されたオリジナルの振り付けは、 現代の要素を取り入れつつも伝統を大切にしており、多くの人々が楽しめる内容となっています。振り付けの練習動画が公開されると、ファンたちはすぐにそれを見て、当日に備えて練習を重ねました。当日はみんながその成果を発揮し、一体となって踊る姿が見られることでしょう。このようなイベントは、ただの娯楽ではなく、地域社会の絆を強める重要な役割を果たしています。 盆踊り大会に参加することで、新たな友人や知人ができ、日常生活ではなかなか得られない貴重な体験ができます。地域の伝統を守り続けるためには、このようなイベントを通じて次世代に伝えていくことが大切です。中野の町がこの伝統を大切にし、未来に向けて受け継いでいく姿勢は、多くの人々に感銘を与えています。また、このようなイベントには、地域経済の活性化という側面もあります。 盆踊り大会に訪れる観光客が増えることで、地元の商店や飲食店にもにぎわいが生まれます。特に中野のような活気ある街では、このようなイベントが一層の活気をもたらし、地域全体が活性化する効果があります。地域の人々が協力して準備を進める姿勢や、訪れる観光客を温かく迎える心遣いは、中野の街の魅力をさらに高める要素となっています。 ちょうちんの光に照らされた街並みを歩きながら、人々はふと足を止め、過去の思い出やこれからの未来について考える時間を持つことができます。ちょうちんに込められたメッセージを読みながら、その背後にあるストーリーや思いを感じ取ることができるでしょう。このような瞬間が、人々の心に深い印象を残し、また次の夏も訪れたいと思わせる要因となるのです。盆踊り大会が終わった後も、その余韻はしばらくの間続きます。 参加者たちは、SNS を通じて感想や写真を共有し、イベントの思い出を振り返ります。特に、提灯にまつわるエピソードや、踊りの感動的な瞬間は、多くの人々に共感を呼び起こし、新たなつながりを生み出します。中野の街は、こうした人々の交流や思い出を大切にしながら、さらに魅力的な場所へと進化していくことでしょう。そして、このようなイベントがもたらす最大の魅力は、 人々の心に残る、絆の存在です。提灯の光が灯る中で踊る姿は、一瞬の美しい光景でありながら、その背後には多くの人々の努力と情熱が込められています。地域社会が一体となり、共に楽しむことの大切さを再認識させられる瞬間です。提灯設営に携わったスタッフや、踊りの練習を重ねた参加者たちの姿勢は、次世代への貴重なメッセージとなり、 これからも続く中野の夏祭りの伝統を支えていくことでしょう。中野の盆踊り大会は、地域の人々にとって特別な意味を持つイベントです。それは単なる夏の風物詩としてだけでなく、地域の絆を深め、新たな出会いを生む場としても重要です。提灯の光に照らされた中で過ごすひとときが、人々の心に残り、これからもこの伝統が続いていくことを願っています。提灯の光が消え、 盆踊り大会が幕を閉じても、その感動は人々の心に長く残り続けます。このようなイベントの余韻は、地域社会にとって新たな活力を生み出す原動力となります。SNS やブログを通じて、参加者たちの感想や思い出が共有され、次回のイベントへの期待が高まります。特に、提灯に書かれたメッセージや名前に込められた思いが、人々の間で語り継がれていくことでしょう。 中野の盆踊り大会は、地域の歴史と文化を次世代に伝える重要な役割を果たしています。提灯に灯る光は、その象徴であり、地域の人々の心を一つにする力を持っています。この伝統を守り続けるためには、参加者全員がその意味を理解し、共に楽しむことが重要です。地域の絆を深めるためには、こうしたイベントが定期的に開催されることが不可欠であり、 そののための準備や努力がが続けられれることが期待されますまた、盆踊り大会を通じて、新たなアイデアや取り組みが生まれることもあります。例えば、今年の大会では、推し提灯という新しいコンセプトが導入され、多くのアーティストのファンからの協賛が集まりました。このような新しい試みが成功することで、次回のイベントに向けてさらなる工夫や創意工夫が求められることでしょう。 地域の活性化や観光誘致にもつながるこうした取り組みは、今後も続けられることが望まれます。盆踊り大会の成功は、地域の人々の協力と努力の賜物です。提灯の設営から、踊りの振り付け練習、当日の運営まで、多くの人々が関わり、その一体感がイベントを成功に導きました。特に、提灯に込められた思いを感じながら踊る参加者たちの姿は、 見るもの,の心に深い感動を与えましたこのような経験を通じて、地域社会の絆が一層強まることを願っています。中本2024の成功は、多くの人々にとって特別な思い出となり、その感動が次回のイベントへの期待を高めることでしょう。提灯の光が灯る中で過ごした時間が、これからの中野の夏祭りをさらに魅力的なものにするための原動力となります。 地域の伝統を守り続けるためにこれからも多くの人々が協力し合い共に楽しむことを大切にしていきましょう。